はい、大阪府豊中市にある坂間整体院です。本日は変形性膝関節症、変形性股関節症の人のための足の裏ですね、大丈夫ですかっていうことについてお話ししていきます。足の裏なんですけれども、特にね、外反母趾であったりとか、同じ場所に魚の目とかタコとかが毎回できてないですか？それをまずちょっと自分の中で確認してほしいんですね。特に痛い方です。まあ、痛くない方もなってる人多いと思いますけれども、同じ場所にね、変形性膝関節症、変形性股関節症がある人っていうのは、その後の目、タコが何回もできるってことが多いんですよ。っていうのも、ほぼ8割ぐらいの人がそれになってます。で、なぜそうなるのかっていうことなんですけれども、まずそれは、同じ場所にばっか負担をかけて歩いているから、それは立っているからなんですね。歩くとき、足をつくときとか、立ってるときに、こういうふうに同じ場所でついて同じ場所にばっかり体重がかかっちゃうから、そこにばっかり負担がかかって足の裏の同じ場所にばっかり魚の目とかタコができちゃうんですね。特にできやすい場所としては、こうやって足見ると大体このあたり、このつま先のここら辺ですね、小指側であったりとか、この足のここら辺であったりとかね、っていうところにできやすいです。なぜかっていうと、でなんでこういう人が常にこの膝や股関節痛くなるのかっていうと、それはやっぱりつま先重心になっちゃってるからなんですね。つま先に立った時にこうではなくて、つま先の方にこういう風にかかっていくので、足の前の方に体重が乗っちゃうんですよ。こうなることによって、こうね、まっすぐ立ってる人がこうつま先重心になっていくことで、股関節っていうのがやっぱりこういう風に曲がりますから、ここっていうのも圧がかかりやすくなりますし、膝もこうやって曲がりやすくなるんですよね、つま先にかかることによって。で、この太ももの前側、ここの筋肉にグッて体重が乗るようになってくるんですよ。で、ここの筋肉っていうのは特に膝、股関節の痛みにすごく関連する筋肉なので、この前につま先にかかっちゃうっていうのは本当に良くないんですよ。で、これを直してあげないと、この体の使い方を直してあげないと、結局どんな治療をしても痛みっていうのが引いていかないので、同じ場所にできてる人はね、そこにまず自分が常に体重をかけて立ってるとか歩いてるっていうことをちょっと知ってほしいんですよ、自分の足の裏を見て。じゃあそこにかけないようにしていかないといけないんですけれども、痛くない人ってそういうところに大体魚の目とかタコってできないんですよ。じゃあ痛くない人ってどこに体重を乗せてるのかっていうと、ね、足を出してもらえれば、ここに内くるぶしがあるんですよ。このポコって出てるとかですね、この真下です、ここら辺に体重が乗ってるんですよ、この内側にね、特にこの下です。で、痛い人っていうのは絶対ここら辺に乗ってるんですよ、体重が。か、この外とかね、ここなんですね、ここの差で、ここに乗れば絶対に魚の目とかタコとかできないです。できちゃってる、魚の目やタコが何回もできちゃってる、で変形しちゃってるっていう時点で、で痛みがあるっていう時点で、もう立ってる時、歩いてる時の足の重心の位置がもう間違ってるんですよ。そのまま放っておいても治療しても無駄になるので、無駄というか、結局そっちにかける負担の方が強くなっちゃう、筋肉が全然緩まっていかなくなっちゃうので、ストレッチとかね、あと温めるとか、なんか治療行くとかって、いろいろ対処してても、いまいち結果が出ないなっていう人は、そこ、自分のね、バランスを見直してあげてほしいんですよ。で、バランスの見直し方は、僕の過去の動画とかでも説明してますし、まあ、今どっか行ってるんであればそこで教えてもらってもいいですし、あとね、ヒールとか履いちゃってる人ってやっぱり前にこう行く部分があるので、そのヒールを、痛み消えるまでの間ちょっとスニーカーに変えてあげるとか、ヒールが絶対ダメってわけではないんですけれども、そういった対処の仕方をしてあげて、その、おのめタコできてるのなんでやろうよくわからんけど、これ全然関係ないかなじゃなくて、実は結構関係あるので、足の裏っていうのをねしっかりチェックしてあげて、もうそこにかかってるっていうことなんで、その部分をさっき言ったように内くるぶしの下に変えていってあげるようなね、少し生活の見直しっていうのをやってみて、今の痛みの対処に一つ役立ててください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。